フリーランスの方は必見のサービスです。いやでもさ、フリーランスのイラストレーターの仕事なんて尊敬するよ。会社員の俺は真似できないな。いやいや、なかなか大変なんだよ。体調悪くてもフリーだと誰にも頼れないし。そっか。てかさ、お前が頼んだパスタ遅くない？まあ確かにな、忘れられたのかもな。俺がフリーだから。そんなわけないだろ、バカだなお前。でも確かに遅いな。 あれ、ボタン壊れてる。俺がフリーだからだ。関係ないだろ。じゃあ俺が行ってきてやるよ。あ、まあ気にすんな。ほら俺フリーだから。卑屈になりすぎだろ。もしもし、A じゃないかですか。フリーランスの人を守ってもらうことできませんか。フリーランスで活動していくのってすごく大変。まあね。クリエイターとして働く中で病気や怪我したりということもあるでしょう。思わぬトラブルに巻き込まれることもあります、はい、今回はそんな方をサポートする協同組合日本イラストレーション協会の福利厚生サービス、うん、ジャイラエイドをご紹介してまいります。協同組合日本イラストレーション協会の竹本さんです。竹本さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。協同組合日本イラストレーション協会、通称ジャイラは、経済産業大臣の認可を得て運営している業界団体です。会員数は3500名で、イラストレーター、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、漫画家など視覚表現に関わる仕事をしている方々が在籍しています。そうなんだ。日本イラストレーション協会の福利厚生サービスをまとめてジャイラエイドと呼んでいます、うんうん、中でもジャイラのオリジナル保険となるジャイラみんな保険は会員全員に無料で適用されますので、とても喜ばれています。無料全員？そうなんです。すごい。会員の9割が利用している文芸美術国民健康保険、うん、他にも小規模企業共済や休業保障プランなどの申し込みをサポートしています。さらに会員全員が対象で、お祝い事やご不幸の際に1万円の支援が受けられる傾聴見舞金制度もあります。ジャイラみんな保険というのは無料っていうふうにおっしゃってましたけど、はい、どういったサポートが、うん、著作権侵害、名誉毀損侵害、うん、情報漏洩、うん、不正アクセスなどのトラブルが起きた時に最高100万円まで、保証されます。100万円まで？著作権や肖像権侵害で損害賠償責任が生じた場合は、うん、提携保険代理店が相談に乗ってくれます、うん、サイバー攻撃を受けた場合や情報漏洩やセキュリティ事故で損害賠償を請求されたりした場合は、緊急ホットラインがございまして、うん、そちらから専門家が必要な支援やアドバイスを行ってくれます。すごい。任意で加入できる保証プランもありまして、うんうん、休業保証プランというものは病気や怪我で働けなくなった時に、様々な保証を受けることができます、うん、仕事が、できなくなっても最長70歳まで収入を保証してもらえます、これは団体保険なので、うん、会員さんであれば 20% オフで加入することができます。その他にも、廃業したり退職した時の生活資金っていうのを、まあ、あらかじめ積み立てておく、うん、それで節税とか事業資金の借り入れもできるっていう、 そうね、そういう小規模企業共済っていうのがありまして、うんうん、こちらの方もご利用が可能です、うんうん、今回は柴田部長が作った T シャツが他のグッズとものすごく似ていて、うん、著作権侵害で訴えられた時の対応をシミュレーションしていただきたいと思います、うん、私が訴えられちゃったってことですね、はい、回答のジャイラ専用窓口というのがありますよね、うんうん、はい、でそこで、トラブルの内容をメールで相談していくか、うんうん、直接もお電話して、相談していただいても、うん、ジャイラの会員ですよというともう全部対応していただけます。すげえ簡単だね。弁護士が必要な場合は保険会社から弁護士の紹介をしていただくこともできます、そうなんだ。そうなんです。また法律上の損害賠償が発生する場合は、うん、賠償金などが保険適用で支払われます。このジャイラエイドは代わりのいないフリーランスのクリエイターをもしものリスクから守ってくれる福利厚生サービスなんです、うん、組合への加入方法はジャイラエイドのホームページでチェックしてください。はい、フリーで働くクリエイターの福利厚生サービス、ジャイラエイド、以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ジャイラエイド承認です。承認いただきます。